動画の前にお知らせです。先日の動画でトレジャーハントイベントは9月16日月曜日17時開始と申しましたが、公式情報でまた延期になりました。開催日程については不明です。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はバランス調整後のアースクエイクのブーツですね。こちらを使ったね、すごい攻め方をクラミングやっていたんで、今回はそちらをお送りしていこうと思います。ガガちゃんのー、ケースケ一曲のー、ケースケです。ブーンということで、はい、そのクラミングね、ベルーガさんですね。はい、毎度おなじみのベルーガさん。はい、ベルーガさん知らない方のために説明すると、以前ね、ユニット320枠使わずに、はい、ユニットを使わずに、タウンホール16をね、全開っていうね、動画出したんですけども、そのクラメンですね、ベルーガさん、はい、またまたやってくれまして、それがこちらですね、はい、アースクエイクのブーツ、そして、クエイク11発っていう、アースクエイクのブーツで、クエイク11発のドラゴンラッシュをやられてたんですよ。はい、もう笑っちゃいましたね。なので今回はね、またまたベルーガさん特集お送りしていこうと思います。なのでクラッカー動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、今年の目標はもちろんね、登録者12万人だし、あとね、チャンネル総再生数ね、もうすぐ1億回いきそうなんで、お暇な時にでも、私、ケイスケの動画ね、ぜひぜひ見に来てください。はい、ということで、それでは、ベルーガさん特集、クエイクのブーツと、アースクエイク11発、クエイクラッシュの動画をお送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。さあ、それではね、見ていきましょう。インビジさんね、何に使ったんだろうってね、思うじゃないですか。これね、ボーデンは、ファイヤーボールとベージージェムです。はい、まずクエイクをね、こうちょっと広めに落としてって、インビジかけていってあげてからな、はい、ファイヤーボールでクランジョを潰していきます。で、ついでにクエイクも落としてったんで、ここら辺の強い施設をね、ぶっ壊してって、で、さらになんかジャイアントドローを使ってったな。これワンチャンこれ、イーグル砲も狙ってたのかな？なんだろう、これ大工小屋？うん、大工さんがね、2体ね、急激に回復しちゃったんで、壊しきれなかったのかなっていうふうに思います。で、さあ、アースクエイク4発つけてあげて、ここにですね、ババキンを投入していきます。はい。で、まあ、ちょっと引きで1回目見ていきましょう。で、これでね、ババキンを中に入れていくわけですよ。はい、中に入れてって、さあ、ここで能力発動してって、クエイクのブーツ発動してて、スパイクボールで一撃で、はい、ここら辺の施設ね、消していきました。で、3時方向はちょっとミスって、アースクエイクね、誤射しちゃいましたね。うん。誤射しちゃったんですけど、さあ、これでロケットスピアとクエイク合わさってってあげて、ね、HP 高めの施設をね、ぶっ壊してってあげます。さあ、結構壊していきましたね。で、さあ、もうの、なんか残ってるのが4分の1ぐらいですね。なので、残り、もう呪文ありませんが、さあ、これ、イーグル砲もギリギリ壊してるのかな？はい、壊してって、からのドラゴンを、何体出した？ 5 体ほど、5、6体ほど出してって、で、なんか1時からもドラゴン、はい、2部隊に分けて出していきました。もう呪文ありません。はい、呪文ありませんが、もうほとんど壊しちゃってるんで、呪文なくてもいけるよねっていう、そんな攻め方になってます。これ , 笑っちゃったもん。見たとき。ドラゴンラッシュでなんかアースクエイク11発あるっていう、わけわかんない編成やり始めたよ、この人。ベルガさん。もうわけわかんないことやり始めてます。はい。といった攻め方になります。ちょっともう一回見ていきますよ。すごいっすよね。ドラゴンに一発も呪文使ってませんもん。クエイク11発のインビジ3ですからね。笑っちゃったもん、最初。これ、なんか最初見たとき、呪文作り間違えたのかなって俺思ったもん。あれね、ベルーガさん前回撮ってる、また変な編成やったのかなーつって、パッて見て、なんか、そう、あとバグかなって思いました、最初。ほら、最近バグ多いじゃないですか。ね、イベントいつやるんだよ。トレジャーハントイベント。ほんとバグ多いから、表示バグかなとも一瞬思いました。すけど、違いましたね。はい、ファイボーでこう打ち分けてって、もう序盤の段階でズドンとど真ん中に穴開けてますからね。で、ファイヤーボールで、クランジを壊すから、ポイズンいらないよね、と。で、クエイク4発ですね。はい、ここから、ね、入れてってあげてってあげると、いった感じです。で、クエイク、はい、4発撃ったんで、うん。
もう、ま、そこら辺の施設、結構ババキンがすぐ、そそくさと、ぶっ壊していきます。そそくさとぶっ壊してってあげて、さあ、なんかファイヤーボールとかもね、もう発動してるんで、あ、ファイヤーボールじゃない、スパイクボールとかね、もろもろ発動してるんで、一気に壊していく。で、ロイヤルチャンピオン、はい、さらにクエイクを落としてってあげて、確定数を変えつつの、あ、なんかあれかな、スパイクボール入ったのかな、タウンホールに。なんか結構すぐ壊れましたね、タウンホールも。うん。すぐ壊れてっていってあげて、で、イーグル砲がね、なかなかリックスケルトンが癒し、らしい。リックスケルトン早く壊したい。だけどこれ、リックスケルトンが、スピードフォックスで抱えたロイちゃんスルーしてって、行って、さあさあさあ、フェニックスと合わさって、イーグル砲を、なんかリックスケがどんどんスルーしていくな。はい。はい、壊してって行ってあげれば、もうあとは残りドラゴン出せば取れるよね、といった、攻め方になりますね。いやー、ちょっとね、ベルーガさんね、もう、ね、ユニットを使わずに全開とか、呪文使わずに全開とか、なんかいろいろやってるんで、うん。次、もうほんと何も使わず全開ぐらいのことやんないと、動画にしないかなって思ってたんですけど、また動画ネタ作ってくれましたね。ありがとうございます。ベルーガさん、いつもありがとうございます。いつも変な攻めやってくださってありがとうございます。初めて見たよ、クエイク中一発のドラゴンラッシュって。クラクラ10年やってんけど。こんなにクエイク使ったドラゴンラッシュね、今まで見たことありませんでしたね。はい。じゃあね、ベルーガさんの攻めね、もう一本、見ていきましょうか。これの攻め方はね、先日動画で、動画にした、ユニット使わずに全開か。はい。320枠残しでの全開っていうね、動画出したんですけど、ベルーガさんのね。うん。それの攻め方に、はい。もう全くほとんど同じような攻め方です。これドラゴンね、うん。最終的に、もう回収用として使っていきますね。見ていきましょう。で、今回ね、はい、クエイクのブースト、はい、スパイクボールの組み合わせ、見ていきましょう。これね、やっぱね、一撃で今後、こういった配置はね、この組み合わせになってきますね。今までガントレットレイジ役だったんですけど、うん、ガントレットレイジ役でもいいんですけど、ここの区画は。ですけど、やっぱなんかこういう配置だったら、こういう使い方がほんと増えてきそうですね。うん。今、プロ選手の試合とか、世界選手権予選とかでもね、クエイクのブースト、スパイクボールの組み合わせ、マジで、うん、見かけますからね。ほんとクエイクのブースト大出世しましたよね。俺がさ、視聴者様に教えてもらって動画にしたじゃないですか。クエイクのブースト、スパイクボールの組み合わせ。あれ出してからほんと流行った気がする。うん、俺第一人者じゃないですか。今までね、海外 YouTuber とかでも動画にしてる人いなかった気がするんですよね。有名海外 YouTuber とか。ではそう、なんか俺が動画にしてから、なんか、ナビのメンバーが、ね、世界選手権予選でやって、そっか、なんかプロ選手たちもやり始めた気がします。あ、待って、ここまで出してた。はい、ここをまずオバグロしてって、で、今回すごいのが、コウモリってターンホールとかストレージ系施設へのダメージ減るんですけど、ここターンでコウモリ、はい。コウモリターン取ってて、はい、マルチイベも取っていくっていう。すごいなって思いましたね。で、さあ、ご覧ください。ドラゴン16体、ウッドランチャー、まだ出してないです。出してなくて、ただ、まあ、最終的にやっぱ出すか、回収で。うん。そう、320バック、バック残し、ユニット使わずに全開はね、こんな感じで全開取ってました。最終的にこれはね、ドラゴン使っちゃってるんですけど、そう、もうほぼヒーロー の装備とかなんで、強い施設壊して、あとはコウモリで削り取っていくみたいな感じで取ってましたが、まあ、今回はねモノリスと水と残っちゃってるんで、最終的にドラゴンを何体使ってるんだこれ、9体ほど出してってあげて、でウッドランチャー使ってないですね。はい、ま、今回もまたワンチャンユニット使わずに全開狙ってましたね。これそう、結局これこの攻め方ドラゴン余るんですよね。めちゃくちゃ余って、最後もう時間短縮でね、こっちの金座にドラゴン出すんじゃないですか。こっちの金座に、え、でも 98% だ。あ、こっちとこっち残ってるのか。こっちとこっち残ってるんで、あ、はい、そうですね。時短で出してって、前回言ってた感じですね。はい、またね、ベルーガさん。ユニット使わずに前回チャレンジ絶対やってた。はい、じゃあラストにね、ベルーガさんのサブアカ、スナメリアカですね。タウンホール14のアカウントで、16前回取ってたんで、ちょっと見ていきましょうか。装備はこんな感じと。なっております。はい。当たり前のように、はい。14なのに16全開いたします。これは、ああ、でも、長弾大砲とマルチアーチャー弾があるな。あ、なんかちょっと施設がキュッとなって、施設数少ないのかなって一瞬思ったんですけど、ちゃんと施設ありますね。うん。ちゃんと施設ある。うん。普通に、うん。普通に格上だ。普通に2個上格上。もう当たり前のように、
タウンホール14で16年全開取っていきますからね。さあ、他上に出し、ユニット出してない。はい、回収してってあげて、これどっち出す？あ、逆サイド3時方向に出してってあげて、さあ、バルーンでフォーミングとか解除してってあげていきながら、援軍処理の方、やっていきますね。さあ、ソラスケをしっかりと対処して、あ、こっちバルーン展開して、で、ドラゴン出してってあげて、行って、からの、装備は、ヒーリングトームトームですね。弱体化、はい、バランス調整で、効果時間とか、いろいろ短くなったんですけど、それでも14で16は全然まだまだ、全開取れるっていう感じですね。はい、すごいな、ほんと。そう、だから、格上も全然余裕で全開取れちゃうから、トームとヒーリングトームとかもね、なんかバランス調整入ったのかなっていうふうに、うん、思います。さあ、ロイちゃん能力発動してって、ロケットスピアでターンを無理やり折っていく。で、あとはコウモリを、はい、展開してってあげて、いけば全開できるよねっていう感じですかね。ババキンはスパイクボール吸血鬼ですね。なんか中に入ってきてるぞ、ババキン。ババキン中に入ってきてるけど大丈夫これ。さあ、これでいけるかこれ。どうだどうだどうだ。フリーザーもうない。フリーザーもうないぞ。フリーザーもうないけど、あ、いけたね。いけたいけた。いけちゃったよ。はい。こんな感じでね。まだまだ14でもね。16全開いけます。はい。で、装備のレベルは、うん、21か。で、バウンド数とかも減ったけど、やっぱり強いな。バウンド数1個減っても、スパイクボールやっぱまだ強いな、全然。はい。こんな感じでね。ま、相変わらず、はい。タウンホールね、2つ上も全然全開取れちゃうよねっていう、そんな、ベルーガさんでしたね。はい。ベースケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。そんな感じで今回はですね、クランメンがアースクエイクのブーツと、そしてアースクエイク11発使ったクエイクラッシュのドラゴンラッシュ。はい。で、前回撮っていたよっていうね、ベルーガさんの動画をお送りしていきました。いやー、ベルーガさんの進化が止まらないですね。はい。またね、なんかね、違った編成とかやったら、また動画でご紹介していこうかなっていうふうに思います。はい。ということで、こういう風にカラカラ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。